はい、こんばんは、こんばんは、12月23日22時を回りました。この番組は東京都足立区千住ハウス CA 部千住ハウス7階から、生放送でお送りしております。本日も、サッカー人生は上々だ、お送りしたいと思います。MC を務めます、シンガーソングライターの徳田正直と誰ちょっと湘南の風のハンクイメージしてみて。いやいや全然伝わんないからそれ。お久しぶりです全然伝わらないからね。バンデゴールキーパーアカデミー代表します野口です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。暑かった暑かった。そりゃそうだよ。何なのそれ。いやだって喋るの今日少ないからちょっとイメージ残しとこうと思って、まあまだね、ね、そうだね、はい。まあ、今このねマフラーしていますけど、うん、クラブワールドカップ見ましたか。見ました。鹿島どうでした。そこはた、まあまあね、あの今キーパーのキーパーから見て、いやすごい良かったと思います。37歳、うんうん、あの年齢であの活躍ってすごいですよ ね、 すごいね。ただあれをねアジア ACL 優勝してアジア代表で出ましたって言うんだったら準優勝おめでとうってなるんですけど開催国、開催国枠で準優勝してもちょっと素直に祝福できないかなってっていうのは、まあ、確かに純粋、まあまあまあでもまあ、うんうん、まあ、まあまあまあ他のね僕もベルマル応援してますし他の J のチームのサポーターでも、まあ、今回は、まあ、鹿島頑張れと思って見てる人は多かったと思うんですよ、うん、あれであのもしね、はい、退場になってたらどうなってたんだろうってところが ね、まあ、そこもいろいろあったりして、まあ、うちには全く応援してむしろ否定してる方がここにはいますけどもねガッツポーズ奥でガッツポーズしてる方はいますけども、まあ、確かにそういう、ねうん、の気持ちは分かりますよ、うんうんうん。まあ、今回鹿島だったから、まあ、長木亮太もいたし、まあ、好きな選手もいたんで、まあ、応援はしましたけど、まあ、湘南的な立場から見てこれが鹿島じゃなくてマリノスだったらもうボコボコにやられてしまえと思ってましたね僕はだからそれは僕は気持ちは分かります、そうですね。鹿島ねよく頑張りましたよね。要因は何だったと思いますか。いやでもまあそこの、ま、レッズに勝ったところがやっぱ、ね、そこで気に、ね、流れるので出たっていうのはそういう意味で言えばやっぱあそこで戦うって意味があるのかもしれないですよね。うこう気持ちでね、うんうんうん、かなり入ってましたからね、うんうん、でも引っかかるのはアジアチャンピオンじゃないっていう。でもあの1ヶ月で鹿島6億ぐらいまあね得たらしいです。得たらしいからねそこで来年補強するのか、うんうん、そしたらあれですよ J で優勝したら今度20億ですよ補強がねすごいですよねえ。そういう意味でまた大変楽しみですね。そういう意味で ACL 元 J を頑張れよと間違いないっていうところはありますね。はい、ということで今回ですね、前回出演していただいた富澤匠選手が前回募集してました、クラウドファンディング、うんうんうん、はい、の方がですね目標金額達成したということで、はい、今日メッセージの動画って流せますか。多分大丈夫、はい、メッセージが届いておりますので、そちらの方をまずご覧いただきたいなと思います。どうぞ。サッカー人生は上々のご覧の皆様、富澤匠です。クラウドファンディング無事達成することができました。ヨーロッパでチャレンジしてこようと思います。引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで富澤選手からのメッセージでした。そして今日本日最後、はい、今年最後の放送ですね、はい、ということでちょっといっぱい喋りたかったんですけどほぼほぼ映像で終わるというそうですね、はい、はい、今回はですねいろいろと今年何やってきた、今年からまあ始まった番組なんですが、うん、そうですね、はい、はい、全部で前回合わせて18回放送やりました。18回、今は月1ですけど、9月までは月2回やってたんですよ。よくやってたなと思いますけどね、うん、大変だったなと思いましたけど、ということでですね今回は、トップ8、はい、トップ8なぜに8
末広がり。これね、本当は順番通り、本当は全部の回をちょっとずつちょっとずつ切ってやりたいと思ったんですよ。なんならば、前回もう出ていただいた方に電話をおつなぎして、今どうですかみたいなのもやろうかなと思ったんですよ。でも、まあ、編集してたらまず時間が足りねえと。なるほど。というところでね、じゃあトップ10でやるかと思ったら、それでも時間足りねえとってなってベスト8になりました。皆さんね、ものすごい、面白い濃い内容のお話をしていただいたのでね、はい、はい、僕も編集大変でした。はい、ということでね、うん、足りなかったんですよ。じゃあ見てみますか。じゃあまずは8から6位までを見てみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。それではどうぞ。どうぞ。まあもろもろあって、はい、ウラーボーイズを作って、はい、でまあその時に息で飲んでたわけです。はい、あ、うん、だけどその当時の力は今の場所じゃなくてもっと、はい、路地裏の汚い店 でその脇の道に勝手にね、こう椅子とテーブル作って飲んでるようなところで、まあ元僕がね一緒に Y 氏と作ったクレイジーコールズの僕らからこう離れた人たちに Y 氏軍団 Y 氏軍団でもう仕方なくその端っこで僕らボーイズね、そのまだボーイズ作る前のメンバーで飲んでる時に、まあ若いやつらがこう知らないうちに呼ばれて、あんなとこいいんじゃねえよみたいなね、社長に入るとここもダメだな、空気悪くて他の飲み屋にしようかなって。もう当時裏にね飲み屋さんそんななくて。へー、そうなんですね。あのとなったら、ね、西口ねすごい、へー、そう、あのあんまなくて、であるところも全部その各グループがもう占領しちゃってて、俺らがこう入る隙間がなくて、もう縄張りになっちゃってるんですね。お前らみたいな新人がねずっとやってるくせに俺ら新人だからみたいな感じで飲み屋は渡さねえぞみたいな。そう、そしたらもう単純だから、じゃあ店作っちゃえばいいんじゃないかって。すごいですよね。その行動力がね。何にもないよ。だって。いやいやいや。金はあるわけじゃないし。いやいや。どういうふうに言い続けるんです。今 J リーグのチームのサポーターとか、まあ浦和レッズもそうなんですが、はい、まあ、インターネットとか普及でいろいろとちょっとしたことでさらしもにされちゃったりするじゃないですか。で世論的にも J リーグの規定的にも、まあ、スタジアムの、ね、消防法とかなんやかんやっつってあんまり思い切ったことってできないじゃないですか、今のサポーターって。こういったとこ今相良さんってどう思うのかなと、これからのどうやっていくのかな、サポーターって、ね、僕らが好き勝手やっちゃったからね、どうぞ、ね、チケットの裏書きがどんどん字がちっちゃくなって申し訳ないなって気でいるんだけど、まあ、今でもその若い子たちに言ってるのは、あんまりこう気にすんなって、あの周りの目気にしすぎるとできないし、できないのをいいことに、その言いたい人はどんどん言ってくる。で実は言ってる人って競技場にいない方も、そうですね、そこから見てるだけとか、はいはい、まあ、こういうのはあまりあれだけど身内にいたりとか、はい、いうの潰し合いだから、そんなね気にすることはないし、その気にするからチームも気にして、チームがちっちゃくなるからリーグも今だからって言ってってなるから、せっかくね、そのクラブワールドカップとか、この間みたいにそのキリンカップでね、その海外のチームに来ていいサッカー見れて、でああいうこう本場のチームとそのまあ僕らミランと戦った時もそうですけど、やっぱ向こうからわざわざ来るわけで、その時にあの日本なめんなよっていうのを見せないと、あの世界で戦えない。そうですね、プライドですよね。そうそう、なめられたくない、やっぱりそのね韓国に勝ちたいっていう一心で頑張ってきて勝つようになって、今ねアジアでね韓国とうちとオーストラリアと
でその戦ってますけど、うんうん、中国も盛り上がってきたし、うん、やっぱりねそのアジアなめんな日本なめんなっていうのをね、うん、世界に見せていかないといけないって、うん、それはやっぱりその選手が頑張ってるんだから、うん、サポーターもね、そうですね、うん、一線越えなければいいと思ってますけどね、うんうん、まあでも僕も本当そう思いますよ、ね、うん、やっぱそういうところがあるからやっぱミランとやった時向こうの、ね、うん、サポーターが認めてくれたっていうのもあるじゃないですか、うんうん、それすごいなって、うんうん、なんかアジア行くと、はい、だからレッツ出てこねえのかって言われるって内田さんが、うんうん、残念ながら出れないんだよって、うん、今あの頑張ってねその戦ってますっていう不思議にしか言えなかった、うん、だから今年頑張って出て投手、うん、倒してって、うん、ちょっといい気になりすぎて負けちゃいましたけど、うんうん、だからそのああいうアジアの中でもその本気でこうぶつかってくるわけで、うん、韓国、うん、中国のサポーターたちが、うん、で彼らも僕らを見て、うん、ああいう姿になっていったんで、そうですね、だから うん、そこはねみんな自信持ってねやっててほしいかなって、そうなんですよね、韓国とかのサポーターも見ててもまあ僕湘南でスネアとかを叩いてたんですけど、うん、代表戦でスネアとか持って韓国とか行っても、うん、向こうはスネアとか使ってないから、うん、珍しがって写真を撮りに来たりするんですよ、うん、で、まあ、僕がもうあまり行かなくなった頃気づいたら韓国のサポーターもスネア使ってるみたいな、もうだって 10年前と応援の仕方違いますもんね、韓国ね、全然違いますね、J のチームとやってるのかなと思うぐらい、うん、本当に、うん、なんかやっぱり見られてるんだなって、うんうん、そうだ期待されてる、だから期待に応えてあげないと、うん、どん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 ビビらずに、うん、そうです、うん、一線を越えなきゃいいぞと、頑張ってください、はい、球団2年目から女川に参加してですね、うん、入団して、うん、まあ、正直知名度とかは全然なかったですよね、うん、正直やっぱりよそ者が来た、うん、そういう目で見られてるのかなっていう、うん、はい、やっぱ、うん、はい、直接言われるわけじゃないんですけど、うん、やっぱ自分たちも馴染めてないなっていうのももちろんありましたし、うん、そういう感じでしたけども、うん、まあ、1年1年そうやってサッカーを通して仕事も、ね、うん、やりながら実際に住んで過ごしていくうちに、うん、まあ徐々に街にこう受け入れてもらえたり馴染んでいったのかなっていう感覚はありました、ね、なるほど、14時46分、うんうん、でその時職場ではどういうような、いやもう、うん、本当にものすごい揺れを感じたので、うん、はい、もう結構物とか落ちてきたりとか、物もすごかった、落ちてたんじゃない、もうそれを確認するのすら余裕がない、とりあえずもう本当に外に出たっていう、うん、はい、うん、そのまあその時点ではやっぱり津波が来るっていう想像はある程度は、うん、まあ、過去の話を聞いてたりして、うん、まあなんとなく予想はできたわけじゃないですか、そうですね、あそこまで来るっていうのを予想っていうのは全くとりあえずその予想なんてしてる暇もなかったですし、ただまあ逃げるか逃げないかって言われたら逃げる、逃げ、もう本当に逃げるって選択肢しか逆になかったぐらい、もう今まで感じたことのない夢でしたし、本当に初めて地震で死をね、恐怖を感じたぐらいの揺れだったので、うん、これはねもうまず逃げるしかないなっていう、うん、僕もねだからその海の近くでそんな、はい、ずっとす、ね、暮らしてきたわけじゃなくて、はい、なるほど、うん、皆さんにも、ね、結構言われるんですけど、うん、そうやってなんで津波来るって分かったのとか、うん、そうやって逃げなきゃって思ったのとか、うん、よく聞かれるんですけど、うん、でも本当に、はい、まず逃げなきゃって思うぐらいの揺れでしたね、うん、はい、うん、でまあやっぱりあそこにいた人とか逃げた人っていうのは実際津波を見てる人って ほとんどいない状況だったわけじゃないですか、うん、場所によりますね、場所に、はい、町立病院っていうちょっと高台にあるところがあって、うん、はい、その上に熊野神社があって、はい、そこにいた人とか
まあまあ、まざまざと見てたと思うんですけれども、はい、うん、レイジ君はその時は僕はその、はい、港と反対内湾側にいたので、はい、正直そのでかい津波は見てないんです、はい、でも、うん、その山を越えて流れてきたのは見てるんですね、はい、だから人と会うたびに情報交換をするわけですよ、はい、で会って誰々に会ったよ誰々に会ったよ会ったよつってもうすごいやっぱみんなでやっぱ喜んだ記憶なんかすごい今思い出しましたね。その時コバルトーレの選手たちで、まあ、避難所とか回って給水活動とかをされてたじゃないですか、はい、それは自発的に、それはそうです、自発的というかもう本当に女川町って、うん、まあいい意味でも悪い意味でもちっちゃい町で、うん、でいっぱい水産加工とか、うん、いっぱい会社がいっぱいあるんですね、うん、だやはり町の人たちと一緒にさてもう自発的にみんなこう動こうっていう人たちがいっぱいいたわけですよ、はい、その中に、うん、まあ、僕たちコバルトーレの選手たちも若くて動ける人材ということで一緒に動いたっていう形ですね、うん、もう誰からともなくもうみんなでやれる人がやるっていう形で、うん、はい、もう自然の行動ですね、うん、うまさよりもすごいなと、っていうかもう激しくて汚くて強くて勝負にこだわって、それなのに試合終わった瞬間終わってなんか寄ってきて握手して求めてニコニコ笑って、こいつ俺の足散々蹴飛ばしてったよなって思いながら、でも南米の選手ってやっぱそういうところ特徴的ではありますよね。そうですね、だからもう大人になってから始めてるわけじゃなくて、もう僕らのその世代の時でも小さな頃から、そうそうそう、頃からそういった感じだったんで、あ、なんだブラジル人ってこんな感じなんだと思って、日本で言ったらまあ最低でもファール、下手したらイエローが出るような当たり方や潰し方をどんどんしていって、もうブラジル人の真似して、でどん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 潰しに行ったら、もう相手の左、僕はちょうど右サイドバックやってて、左ウィングの子がやってきて、試合終わってやってきて、お前いい守備したなみたいな、もう散々もそいつの子も蹴飛ばして抑えて踏みつけてぐらいのことやってても終わったら、いや君はいいディフェンスだったよって言って握手求めてニコニコ笑って、こいつら日本人と違うなと、もし日本でこれやったらなんだよあいつの向こうの右サイドバッククソだなみたいなことを言われるぐらいのことをしても、もうなんとも、それがもう当たり前だ、そうそう、それが当たり前の中で、ただ終わってお互いにそれを引きずらずに握手で終わる、仲良く、まあ、仲良くはなくてもお互いに言うよりも、まあ、一緒にやったって分かり合えた、そうそうそう、分かり合えたで敬意をお互い払ってやるっていうのは、そこに一番、あの、まあ、田舎のせいもあってサッカーが古くて、こう3バックの後ろにもう一枚スイーパーが、そうそう、スイーパーがいる4バックマテウスみたいな、そうそうそう、まあマテウスより当時だったらアウゲンターン、ああそっち、あなるほど、アウゲンターン、なるほど、なるほどなんですね、あの3バックのチームを2ストッパーに1枚スイーパーかリベロがいるタイプでも、その時にフラットラインでやってるチームなんてほぼなくて、はいはいはい、フラットラインで上げ下げしながらゾーンでやると、相手が普段だったら目の前のディフェンスの裏を取ったらフリーでもらえるのに、目の前のやつの裏を取ったら全部オフサイド、し手前で受けようとするとそこに俺らが待ち構えてるからそこで寄せられてっていう風に、もう相手がまご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 してるうちにどん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 あの勝ち進んでいって、でしまいにはこう、まあ新人戦 1,2 年生合体した大会で県で2位に行っちゃって、もうそんなこと今までなくて、僕らの高校では、はい、それがなんかあれよあれよと言って、はい、でこっちで関東大会も進出できたんですよ、はいはい、もうその時のもう嬉しさがもう忘れられなくて忘れられないと、そうそう、なんでこうみんなでなんか考えてなんか取り入れてそれを浸透して、あチームを作るとこんないいことがあるんだっていうことを知って、もうそれがあまりにも楽しくて、こう3世代で、そうですね、おじいちゃん家に行ってもそう語れるし、あのカウンターやこう
居酒屋で、うん、そう飲みながら98年のワールドカップの時はなって古い話言うね、うん、おじいちゃんとかっていうのを僕は将来そういう姿になればいいなと、そうなればいいし、うん、なれば絶対トップも、そうですね、下がでかければでかいほど、はい、深ければ深いほど、はい、やっぱ高い建物建つじゃないですか、ね、からそういうのが、はい、あの憧れというか夢というか、うん、はい、ということで8位から6位をご覧いただきました、はい、8位はですね相良さん、浦和レッズの伝説のサポーター、僕もサポーターなんでだったんで、緊張してる感じの、ね、緊張しました。めっちゃ隣でね、あれね、あれ緊張しない人多分いないと思う、知ってる人だったら。サクさんは結構フランクに、そうサクさんはあの人がどんな人だったかっていうのを知らないから、リアルなところを知らないからもういけるんですけど、いけるんですよ。もう何ももう徳さんのねもう緊張してる顔がね、うん、そうなんですよね。で、まあ、7位が中島礼二さんということで、この放送した日がちょうど3月11日で東日本大震災から5年の時だったんですね、うん、ということで僕も女川町に行ってるコバルトーレを応援してるということで、まあ、そのつながりで今回元コバルトーレ女川で、まあ、震災を女川町で経験したということで出ていただきました、はい、そして6位がですね小林さん、この方がもうすごい積極的な方で、うん、何に対しても興味を持ってどん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 やるっていう方でですね、この動画見て、まあ、見てても分かると思うんですけど、すごい人生でも役に立つことを結構言っているので、ぜひそれは YouTube でまた見ていただきたいなと思います。はい、そうですね、まあ、じゃあ時間も押してるということで、はい、続けて4位と5位を、はい、見ていただきましょう。はい、どうぞ。そうですね、まあ、僕もさっきイギリス渡ったように、はいはい、もっとやっぱり技術的なことだったり、もっともっとその A 代表だとか、そのトップトップのところをずっと追い求めてたんですけど、実際渡ってみると、はい、まあ、自分もサッカーずっとやりながら、はい、まあ、気がついたのはやっぱりサッカー人口、全てのアマチュア選手を含む小学生から大人までのアマチュア選手を含むやっぱり総サッカー人口が圧倒的にやっぱり日本の方がこうやってる選手の比率が少ないなっていうのをずっと感じてて、なぜかというと、まあスタジアムにヨーロッパに行くと必ず周りで仲良くなった連中から今週末のサッカー試合あるからボール蹴りに来ようって誘われるんですけど、まあ実際に日本ではそんなこと今まで一回もないんです。まあそういうことからも、まあサッカー選手の数を増やさなくちゃいけないんじゃないかなというのは、なるほど、ずっと思ってきたことだったんですね。まあ、単純にその面だけ捉えてもスポーツというのは、僕はむしろいつも言ってるのはもう趣味じゃなくて歯磨きと同じように生活に組み込むべき、さすがに毎日は無理にしてもせめて週末に、だってみんなどっかで小中高好きなスポーツやってた人多いじゃないですか、そういったものをもう一回取り戻して自分の好きなものをせめて週末をやれる環境にしたいなと思ってるんです。それが一つやっぱりスポーツの良さだと思うし、でもう一つは例えば教育面という側面も例えばあって、まあ今学校がその予算がなくなったり先生がすごくやっぱり負荷がかかってなかなか学校の機能が、まあ多分僕らの頃よりももっと全然余裕がなくなってるから、そうですね、逆にスポーツの方がそこのやっぱりそれを補うために担うためのいろんな役目がこうあるんじゃないか、はい、なぜかというとスポーツ、例えばうちのクラブもそうなんですけど、一つの社会なんですね、はい、いろんなことをやっぱり教えることができるし、はい、まあ、学校っていうものとは別にこうスポーツっていう世界がこうあることが、はい、まあ、教育っていう意味合いも含めて、はい、そこでは例えば一人の力は大したことないけど、はい、まあ、みんなの力を使って大きな困難に立ち向かうとか、そういう大事なことを教えるわけだから、はい、日本人全てに対してそうなんですけど、まあ、日本の文化に起因するんですけど、やっぱりこの特にサッカーというスポーツは、まあ、自立して自分で行わなきゃいけないんですけど、はい、どうしてもやっぱり日本という社会が出る杭を打たれる中で、はい、やっぱりその言われたことをやるっていう忠実にこなすという意味では非常に高い能力を持っているんですけど、そうですね、やっぱり自由に好きなことやっていいよって言われた時にやっぱり非常に難しいっていう側面があって、これがやっぱりサッカーにおいても
まあ、悪い意味で影響してるっていうところなんで、まあ、これについてはちょっと話は戻って、はい、僕がそのイギリスに渡った時に、はい、ヨーロッパで住んでる時に、はい、そういう部分がやっぱり気がついたっていうか、結局世界との差っていうのがその技術的なことよりもむしろやってる人間、うん、まあ、メンタリティーだとかやっぱりしつけだとかそういう中から生まれてくるっていうか、はい、だってあれですよ、サッカーっていうスポーツはイギリスで生まれたヨーロッパで育ったわけだから、はい、当然彼らのメンタリティーが有利できてるわけですから、はいはい、まあ、そういう中で例えば僕が向こうで あるチームで、まあ、アシスタントコーチという U11 のチームとかでやってる時でも、はいはい、まあ、練習前に必ずこう今日の練習は何をやるか説明しなくちゃいけないんですけど、うん、まあ、ある時、まあ、今日はこういう練習するよって言ったらやっぱり試合の中でそれはどんな意味があるんですかって言って3人に1人ぐらい手を挙げてくる聞かれるわけですよ、はい、U11 ぐらいですけど、はい、まあ、その時にちゃんと答えられないと、うん、まあ、そんな答えられない練習をやりたくありませんとはっきり言われてボイコットされたので、まあ、その時やっぱりチーフコーチから今度やら、ね、今度ボイコットされたらクビだよ、まあ、その年代からこう、うん、結構子供たちって求めてくるんですか？そうですね、もうやっぱり彼らは自分で納得して考えて行動するっていうのは、はい、当たり前のやっぱりしつけとか社会の中でそうやって生きてきてるんで、はい、人から言われて何も考えないで行動するってことはあんまりないんですよ、ね、なるほど、自分で判断して、まあ、それが生き方だし、はい、それが彼らの文化だから、はい、別にいいとか悪いっていうことじゃなくて、はい、まあ、これまでの日本、それで日本に帰ってくると、はい、まあ、タクシーに乗ればどこでも、うん、当たり前ですけど、まあ、自動ドア開いて、ね、喉が渇けばどこでも自動販売機があって、ありますね、まあ、駅のホームに行けばうるさいほどチャイムがあって、まあ、朝学校に行くときは旗持ちのお母さんが安全を助けてくれたり、はい、やっぱり、まあ、全て至りに尽くせいなわけで、それはでも大人にとっては安全で帰ってきて素晴らしい社会だと思うんですけども、ね、はい、子供のやっぱり育成においては非常に、まあ、やってもらうことが当たり前にどうしてもなっちゃうんですから、まあ、そういって育った子たちがピッチに来たときにいいよ自分で自由にやっていいよって言ったらなかなか難しいんですよ、うん、やっぱり確かに監督指示してくださいってやっぱりどうしてもなる、はい、ね、はい、今最初にお話したのはその認知度を上げるために広報戦略の、はい、仕事もしますし、はい、その GM ってゼネラルマネージャーなんですよね、はいはい、でもクラブによってその GM 役割って必ず、まあ、みんな違ってるんですよ、はいはい、例えば執行役員、普通の会社であれば執行役員であるとか、はい、ね、例えばアルベルクス新潟なんかであれば、はい、GM って社長を指してたりとかするんですけども、私がやらせてもらってた時ってもう地域リーグ のカテゴリーでしたから、はいはいはい、本当にゼネラル何でも屋さんなんですよ。ですから一番大事なところではスポンサーの、はい、獲得営業、それから人材の採用、で人材の採用の前に選手がいないと話しないですね。そうですよね、選手獲得、はい、それから、ね、交渉もそうですし、はいはい、あとサッカーやる上では運営っていうのはものすごく大切なので、はい、ホームゲームの運営、はい、それからボランティアさん その組織だとか、あとも経理もやりますし、はいはい、グッズを作ったりだとか、はいはい、それからサッカー協会とのこうコラボレーションだとか、あとは一般 の、そのお住まいになっておられる方々との連携だとかリレーションだとか、はい、というのを本当に何度もありました、ね、じゃあほぼ全て一人でなさってたっていう、何人ぐらいで、最初は一人ですね、はい、1人、あ、いやもう本当自分がやらないと進まないような状況ですよね。その状況は決していいことではないので、なので今ちょっと触れましたけども、はい、最初にその宇都宮金沢を応援してくれるボランティアさん、はい、の組織をしっかり作って、その方々がものすごく協力してくれたので、僕は今でもその感謝してますし、はい、お付き合いもある方が結構多いんですよね。そうですね、苦労を上げたらキリがないんですけどまあそうですよね、面白い話としてはそのやっぱり、なんていうか、そのスタンダードを作らなければいけないので、はいはい、翌年のことじゃなくて、うん、5年先10年先のことを考えないと、うん、やっぱりクラブって、はい、永遠に継続させなければいけないものなので、それを考えると、はい、一番最初にそのイメージしたのは、はい、やっぱりその地元の支援者を集めるっていうところですね、はいはい、ですから初年度は、例えば東京の大企業さんに応援をしてもらうのではなくて、はい、全部地元の企業でスポンサーを固めたというかお願いをしましたね。そうですね、いろいろ研究というか、はい、こう自分がそれまでの3年間で金沢で働いていたので、はい、金沢ってやっぱりその横のつながりがすごく
こう強い町だったんですね、はい、やっぱり歴史が古くて文化がすごくこう良い文化がこう残っているので、その旦那衆って呼ばれるその町の世話役みたいな方なんかが多かったので、はいはい、そう横のつながりで少しずつその支援者応援者をこう増やすような取り組みはしていました。なるほど。やっぱりそういうスポンサー集めとか、まあ、経済のこととかの経済界のこととかもいろいろ気使うんだと思うんですが、はい、やっぱり選手や監督とかコーチとかを集めて、まあ、結果も出さなきゃいけないっていうところもあったと思うんですが、まあ、そこで選手を獲得する上でなんか戦略というか工夫した面というかというのは、そうですね、まあ、周りに県内市内の方々、うん、はい、それから、サッカー界に向けて、はい、その本気度を PR しなければいけなかった、はい、そうですね、そのためにやったのは、はい、まあ、獲得できる選手ってどうしてもやっぱり0円の契約満了選手しか獲得できないので、はい、各 J クラブから、はい、しかもその特定のところではなくて、全国から幅広く選手をこう交渉して来てもらうことによって、はい、我々の本気度をサッカー界にも示せたと思いますし、まあ、いろんなクラブからとその選手を受け皿になることによって、はいはい、次以降、来年以降、その次の年以降も、はい、ずっと継続的に関係ができる、なるほど、パイプができるという、そうですね、それを見据えて、はい、いろんなクラブから選手を獲得しましたね。そんなトレーニング風景の、ね、沖縄合宿のものですね、はい、これもこれはどういうトレーニングなんですか、これすごい難しい、はいはい、まあ、だいたいお尻をそのこう鍛えるんですよね、背中、うん、を鍛えることが多いので、はい、これ隣、まあ、名前あんまり言わない方がいいかもしれませんけど、ね、はい、現役の J リーガーですよね。あ、ちょっとブレてるんで、わざとブレしてる、まあ、これは重りを持ってるんですよね。そうですね、はい、でも本当にこれ、はい、やっぱり僕も年齢が年齢なんで、はい、ものすごいやっぱきつくて、あの一緒のメニューはやるんですけども、例えば重りは現役の選手たちに比べて少し軽めにしてもらったりとか、はい、でも回数は同じだったりとかするので、はい、星が飛ぶんですよ。星が飛ぶ。ああ、なるほど、なるほど。記憶が一瞬こう飛ぶと頭の血がなんかこうパッとなっちゃうっていう。それもきつくてなるんですか。なるほど。やっぱりそこまでこう自分を追い込んで追い込んで追い込んでっていう、こうなんかのはやっぱりサッカーが好きだからとか、うまくなりたいからっていう。ところからやっぱ来るんですよね。そうですね、うん、まあまあ、その心を鍛えるっていうところもあって、この仕事ってなかなかあの、はい、自分が今やってる仕事ってそんな楽な仕事ではないので、はい、やっぱりメンタルやられたりとかするんですけども、はい、その肉体的に厳しいことを乗り越えると、まあ、そうですよね、あんだけ苦しいことをやったんだから、そうですね、自分はこれだけやったぞと、ね、これぐらいへでもないみたいな、そうですね、まあ、やっぱりこういうのってモチベーションが続かないとやっぱりできないと思うんですけれども、そういったモチベーションとかってどこから、うん、やっぱりその全国大会にこうチームで新年の全国大会に行きたいということと、それが第一義なんですけど、はい、でもその参加しちゃってるんで、そうですね、まあ、そうですね、メンバーに迷惑かけること絶対ないじゃないですか、やっぱり彼らプロ、僕以外みんなプロ選手なんで、だからその責任感ですかね。なるほど。はい、5位と4位をご覧いただきました。大御所2人、はい、このねお二方が出るってすごいですよすごいんですよ、うん、だってアツさん中村さんなんて制限金沢を立ち上げた人ですからね、なかなか会える人じゃないですか、ね、会える人じゃないですし、こういった話をまず聞くことってそうそうないですよ。ちょっとこの帽子おかしくないですか、俺。似合ってるでしょ、これ。なんかね。ちょっとずつ増えてるみたいな。V をね、V を開けるごとに、こういう小物とかを増やして、ね、まあ明日クリスマスイブということでね、ちょっと雰囲気だけね、出してみたんだけども。伝わってますかね、そうなんですよね。すごい2巻目3巻目来ましたね今ついに使ってるんですか、これ使ってる、 これねグレードアップしたんですよ CA 部さん、すごいこれねえ
映ってる？映ってますよこれ。映ってるね。完璧です。そう映ってるのもサクさんばっかりじゃないですか、なんか。だってサクさんが呼んできていただけるゲストですから。あれここにいないんですけど大事な総集編。そうなんですよ、サクさんね最近忙しくてなかなか来れないんですよ。で去年もそうだったんですけど、僕も忙しいんですよ。もうあと1週間後には合宿ありますからね、スクールの。でも来たじゃないか、暇なんですサクさん。暇なえスクールはどうなんですか。スクールはもう増え、おかげさまでも100人超えてますし、今何校あるんですか。今は沖縄含めて5校、はい、5校、はい、埼玉に、埼玉に4つ、4つ、はい、沖縄に1つ、でまた4月から東京に2つ、はい、東京のどこですか。一応清瀬と、まあ、中目黒、中目黒、目黒あたり、ね、はい、1個作る、グランドあるんです。ちょっといろいろ今契約の問題でちょっと今詰めてる、詰めてる、はい、ということで、スタッフが大変なんですか、教える人探すのが大変。あの教える人探すの大変です今募集してもいいですよ。募集してます、あのキーパーコーチ募集してます。バンで GK アカデミーと検索していただければ、はい、ぜひ手厚いサポートします、はい、何か何ですか、採用基準はあるんですか。採用基準は人としてしっかりしてれば、経験値は得、まあ、キーパーはやっててほしいなそこはそうだろうキーパーやっててほしいな、せめてあの名前はちょっと言えないですけど、ベルマーレには一時期キーパー経験ない人が、 J リーグチームですよ、キーパー経験ないのにキーパーコーチやってた方いますからねまあもう今いないんですけど、まあ、まあ時間も押してるということでね、はい、続けて、トップ3、最後の、はい、トップ3、見ていただきましょう。さてさてトップ3はどうなるのかと、はい、見ていただきましょう、はい、どうぞ。どうぞ。久しぶりに連絡したらアカデミーがあるから行けないっていう返答来たんで、それなんだそれって、で私すぐですね、本当あれ翌日翌々日ぐらいだよね。そうですね、あの見に行ったんですよ、こんなのやってるのかって、で行ったらやってると、この人がいてる、この人ねこの人、この人、はいはいはい、いましたね。対面にもかかわらずですね、結構慣れ慣れしいとかでもゴールキーパーってそういうとこあります。あの特性ですよね、大事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 、絶対大事、はい、本当その流れなんですけど、もうすぐ来てくれっていう。いやもうなんずんだ、ここは二人とも昔から知ってたみたいで、でなんかいきなりマブチコーチから連絡来て、見たいって言ってる人がいるから、うん、あ体験なんだと、うん、で体験の保護者の人が見たい見学か、あ全然いいよいいよって全然見ててって言ってスクール終わって、うん、挨拶して子供たちにバイバイって終わったら、なんかもうグラウンドの中でボール蹴ってたっていう僕と挨拶する夜も前にもう2人でボール蹴ってたっていう、挨拶の後だったんですね。そうでこの人なんだっつって自分が26とかになった時に、うん、あの何か自分でもやりたいなっていう思いがあった時に、うん、じゃあ自分で独立するって言ってもなんかね、プロになったわけでもないし、うん、あの例えばですけど本田圭佑とか中田秀俊が隣でスクール作っちゃったら勝てないなって思った時に、あ自分がその中田秀俊とか本田圭佑に勝てるって言ったらなんだろうって時、僕はキーパーやってたから、うん、彼らはキーパー教えられないけど僕はキーパー教えれるなら、うん、ちょっとそれに特化してやってみようかなっていうのが本当にそんなぐらいのきっかけ、うん、このこれってスクールであってチームじゃないじゃん。そうですね、はい、チームじゃないから、うん、選手には必ず所属してるチームがあって、うんうん、部活、例えば中学生だったら部活だったり少年サッカーの チームだったりってあると思うんですけど、そういったチームとの連携とかっていうのってどうなんですか。正直だってチームの練習でキーパーが今日スクール行ってるから来れませんってなっちゃったら、チームって結構あどうしようってなっちゃうと思うんですけど、そういったマイナスの部分をプラスに、あなんか、うん、開校したばっかの時は、うん、休むことに対してすごくあんまり好意的ではなかったチームっていうのが一つあったんですけど、うん、実際その僕のところはフットサルコート借りてるので、隣のコートでたまたま隣のコートでやってるチームの子がうちに入ってきたみたいな、うんはい、で同じ練習の時間になった日は
そっち休んでチームの練習に来させてくれってコーチが言ってた時とかもあったんですけど、やっぱやっていくと子供がその当たり前ですけどスキルが伸びてって試合でパフォーマンスが良くなってくると認めざるを得ない、やってる意味が分かってくるってなった時には半年くらい経ってからかな、もうコーチの人たちがあもうそっちでどうぞどうぞっていうように、でもそれって選手が自分自身の力で勝ち取ったことかなっていうところもありますし、好意的なチームですと逆に教えられないからそういうところに行ってくれるのはもうむしろ行ってこい行ってこいって言ってくれるチームもある中で、やっぱりさっき徳さんが言ったようにちょっと練習できないって言われちゃう、でもまあまあ、あえてコアな番組なんでちょっと突っ込んだこと言うと、キーパー1日いなかっただけで練習ができないって言ってるのは自分に指導能力がないですって言ってるのと同じだと僕は思ってるので、やらなきゃいけないことってフィールドにもいっぱいあるし、あのフィールドだけでやらなきゃいけないメニューもある中で、じゃあキーパーがいなかったからできないっていうのはそれは違うかな。かけた。これどう映ってんだこれ。どうぞどうぞ。もうパニックです。もうパニックです。常にパニックです。でそこで陸上をやりながら、もうあの兄が結構ね陸上たけてて、で中学校に入る時に、あの陸上部先に入ってて、でなんかね県大会とか行っちゃってたから、ハードルが得意で、なんかフィジカルが結構あって、でもライブでねあのでっかくジャンプする。それはその頃のハードルから来てると思うんですよ。ああ。でいよいよ、あの弟が来年入学してくるぞと、はい、あの陸上の申し子のやつ、はいはいはい、やってました、やってました、はい、小学校の時はやってました、はいはいはい、でいよいよ入ってくるぞと、で、あのちょうど自分が中学校に入学する時に、J リーグ開幕の年だったんです、はいはいはい、これはもう完全に入りました、ね、地元だし陸上部、ね、陸上部あれあれ陸上部間違えた間違えた、仮入だった、仮入、仮入、本入はもうサッカー部の方、はいはい、これも絶対モテるのはサッカー部だと、はい、これからはサッカーの時代だぞと、はい、丸いこうボールからパーってここ、ね、なんかパーパーって、ね、真っ赤なスーツでパーパーって、ね、丸いボールからこうバッカーパーパーってね、そう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 、でそんな今日見てる皆さんね、はい、もちろんねキャプテン翼もおすすめなんですけど、今日おすすめの漫画はこちらです。リベロの武田さん、はい、懐かしい、はい、ですね、はい、こちらの方を今日ご用意させていただきました、はい、おいくら万円で4名様にプレゼント、はい、1巻ずつ1巻から4巻で4名様にまあちょっと、はい、そんなリベロの武田に、はいはい、まだね関わる影響された私、はい、もうあの自分で自作の漫画描いちゃいましたこれやばいです、中学校の時に部活これ、はい、これ今日初出しですもんこれもうどこにも出してないです、出すところないですから、自分が中学校の時に描いた漫画なんて、大久保イレブン、大久保イレブン、あ地元だこれ、はい、自分の大久保小、はいはいはい、自分が通ってるサッカー部の仲間たちが全員オールスター出場から、この奮闘記がこういやめっちゃうまい、多彩だな本当、あのこれもあプレゼントあの2名様に2名様に本当に来ますよこれ、これも実家から今回、実家の棚にこう大事にしましたんですけど、大事にしますっても見る機会ないんで、いやツイッターでね僕見させてもらったんですけど、はいはいはい、あの昔ドラゴンボールの絵とかも描かれてたんですか、そうですね、兄もすごいあの絵が好きで、これ、はいはいはい、これちょっと見えますか、すごいうまいんですよこれ、何え、これ小学生ですよ、ね、これ中学校、中学校ですか、大久保中のねあの活躍を、このクオリティやばくないですかこれすげえちゃんと描いてますよこれ、ほら実際これとかすごくないですかこれ、バチーとか、はいはい、これはもう高橋先生と庭、はい、野先生の融合、はいはいはい、もうそれすべてこう真似してこう描いてますから、はい、まあなんとなくね、ダイヤモンドサッカーとかやってましたね深夜に、そうなんです、はいはいはい、
2週にわたってね前半と後半をお送りするっていうね、確かに斬新な番組が、そうですそうですとかはなんかちょくちょく見てたんですよ、はい、でイタリアワールドカップも、はい、なんとなくこう、うん、放送を見てたりとか、はい、そんなのめり込むほど見てなかったんですけど、そのセリア放送で本当にサッカー面白いなと思って見出して、でちょうどその翌年かな、はい、J リーグが開幕したんですよ、はい、で、はい、開幕戦も、はい、あの友達がチケットを当てて、はい、当時プラチナチケットを、はいはい、取れなかったですね、あれはを友達が当ててくれて、はい、見に行けたんですよ国立に。それでカズさんなのか、はい、木村和志さんなのか、はい、第1号ゴールは誰だ、マイヤーマイヤーマイヤー、確かにオランダのマイヤーマイヤー試合を見ました、はいはいはい、自分の中のレースの魅力は、はい、やっぱり、はい、生え抜きのユースの選手をちゃんとチームでね、はいはいはい、しっかり試合で使ってる、はい、っていうのがやっぱりレースの一つの僕は魅力だなと思うので、やっぱりね、遺跡とかもサッカーの魅力ですけど、そうですね、でもどんだけこう下部組織から、はい、上がってくる、でそのチームの選手になって、まあ、ミスターレイソル、まあね、昔言ったあの北島選手みたいな、ミスターレイソルと言われる選手がちゃんと出てくるクラブチームなんじゃないかなと、試合を別に見たわけじゃないんですよ、アルゼンチンで見たわけじゃないんですけどブラジルで見たわけじゃないんですけど、あのところどころで感じますから本当にサッカーが当たり前のように根付いてるんですよね、だからパッとここあの本当お肉が美味しいお店なんだよって連れてってくれた、何の気なしに連れてってくれたお店が世界のサッカーのクラブチームのマフラータオルがブワーって全部飾られてる、なんだこれ超楽しいっつって、ね、そうっすよね、ただメンバーで俺だけしか好きじゃないんで、そんな熱狂的に、ただ俺が一人でガチ上がりしてるみんなもお肉に一人でワクワクしてる一人でねえ、やっぱライブとか向こうの現地の人ってノリもサッカーで、いや本当そうですよ、みたいだったですね、スタジアムのノリというか、はい、なんであの本当にあの僕ら あのライブを海外で見に来てくれる人っていうのはやっぱり、まあ、アニメが好きで、アニメを通してまず僕らの曲を知ってくれてっていうお客さんがすごく多いんですけど、でも本当にあのだからアニメ そのキャラのねコスプレとかしたりとかいう人がいっぱいいたりするんですけど、あの全然ノリがサッカーサッカースタジアムだから、あの本当にあのなんて歌ってるのかわからないですけど、僕らのちゃんとその場で作ってくれて、だから日本で言うとアンコール、そんな感じのノリがノリがちゃんと歌ってるんですよ、あれって。僕思うんですけど、即興で誰かが歌い出しても乗るんですよね、合うじゃないですか、あれすごいですよね。確かに、だからそもそもまあサポーターの中で定番の歌があって、うん、定番の詩があってっていうのを組み替えて、ここはこれ、ここはこれだろうっていうのがやっぱ向こうにはちゃんとあるんでしょうね。そうですね、なんかあるんでしょうね、そうちゃんとと言ったらこれみたいな。そうなんですよね、僕もサポーターやってて、日本はまだ残念ながら そこまでいかないんですよ、この時このちゃんと入れたりっていう時もなんか周りがざわざわとなって、だからそこはちょっとあれなんですよね、そのライブもそうなんですけど、その遠慮がない、海外の方はもう自分がお金を払って楽しみに来てるんだから、それを 120% 体で表現するんですよね。だから向こうの人はそれが当たり前なんですよね。そうでしょうね、何が悪いのみたいな、楽しみに来てる、何が悪いんだよみたいな。だからそのライブで例えばもしかしたらちょっと人が思ったより少ないだったりとかすると、結構日本の方って様子見るじゃないですか。そうですね、まあ、自分もそうですけど、なんか、どんな感じなんだろうみたいな、かちょっと周りを気にしちゃうんですよ、そうですね、海外の人ってそれがないんですよね。そうですね、あのライブは強制的に動くことはないじゃないですか、結構自分でこう乗ってわーってなった時に動いたりとかしてるんですけど、
やっぱサッカーは守んなきゃいけないし、ね、なんか上がったら戻ってこないと怒られなきゃいけないし、何サボってんだ、強制的じゃないですか、この 30m あれ強制じゃないですか、そうですね、あの辛さがありますね、全然違いますよやっぱり。なんかよく言われるんですよ、結構さて体も動かしてサッカーとかやってんだったら、はい、うん、サッカーやった時に言われるんですけど、はい、ライブであんだけ動いてたら楽でしょとか言われるんですけど、全然違いますから、その体の使い方みたいな、スポーツ選手ってすげえなって思います本当にそうですよね、普段サッカーは、まあ、決まったチームというかそういうわけではなく、ね、フルコートサッカーはもう決まったチームに、あの平日のね、平日大会サッカー部ね、見てる見てる、あとで LINE するからそうそうたるねメンバーがいらっしゃって蹴らしてもらってて、サッカーでつながって全然確かに全然音楽じゃないところで、ね、全くですサッカーのピッチで出会うと出会うみたいな、そこからもう仲良くさせてもらったりとかしてて、で同じチームにはドラゴンアッシュの DJ のボーイさんがいたりとか、本当面白いですよ。そうですね。それでまあね、今年1月後半に、はい、まあ、日本を代表するミュージシャンの方々が集まってね、まあ温州杯というフットサル大会がありまして、まあそこでね、予選リーグの第一戦目で一発目でね、そのね、ソナーポケットのアイロン君のチームと慶吾さんのねチームが、そういう大会があるんですね。そうです、あの全くお客さんを入れずにガチでなんか音楽の業界の、ね、まあ本当にアーティスト関わらず、はいはい、そのまあテレビ局だったりとかラジオ局だったり媒体の方もいらっしゃいますし、まあ本当にガチでやるフットサル大会があるんですけど、呼ばれてないな来年こそは、来年こそ絞って、それでね、まあ、あのアイロン君がやってプロミスっていうチーム、僕たちはあの同じ事務所のまあアーティストのみんなと一緒にこう組んだチームで、チームアミューズっていうチームでいつも毎年出場させていただくんですけど、それでね、なぜか同じ組にされてね、嫌がらせですよ。しかもね、よくね、一緒に蹴ってる仲間なんで、知り合いばっかりで、もう手の内、手の内知り尽くした。やりづらい、そこで当たらせてもらったんですよね。それであの試合は、まあ、プロミスが1点先制して、はい、いや、いけるかなと思ったら、もうアミューズさんに2点立て続けにやられて、対戦しても決めるとこ決めますね、持ってきますね。ありがとうございます。ね、もう決勝トーナメントにも行って、あ、そうですね。それでね、1回戦がまたね、めっちゃ強かったっすね。まあ優勝チームとやってね、はい、藤巻くんのね、はいはい、レミオロメン、はいはい、そしてもらって 1-0 で負けちゃったんですよ、面白かったですね、面白いですよ、みんなガチでやってるんで、ただちょっと若干怖い時がある、そこまでおいおいとかはちょっともうちょっと楽しくやろうよみたいな、そこ笑って来ましたね。来ましたね。トップ3で。まさかのトップ3。ありがとうございます。3位でバンで来ましたね。いや、かなり反響あったんですよ、これは。スタッフ募集中です。ぜひぜひ皆さん、バンで GK アカデミー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、やっぱりね、トップ2は、フローのお二人でしたね。はい、いや、もうかなり反響ありましたよ。まあ、僕も人気が出るように頑張りたいなと。こう見ると1年の歴史がね、わかりますよね。そうですね。本当はもっと見せたいんですが、うん、もっと面白い話いっぱいあるんで、ぜひぜひアーカイブの方を見ていただけると嬉しいなと、はい、はい、思います。はい、早いことで今年ももう終わってしまいます。そうですね。はい、まあ告知の方をね、していきたいなと、ぜひ思います。はい、1月7日、うん、来年年明けてですね、僕がもう一個やってる番組の土曜でどうでしょう。はい、の方をやります。土曜でどうでしょう。1月7日の、はい、22時ですね。22時からに変わります。前は9時からだったんですけど、22時からになりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで次回ですね、1月の27日の22時からの生放送になります。はい、はい、ゲスト
ゲストはですね、調整中ですのでまた次回、はい、Facebook に決まり次第アップしますので、はい、チェックお願いします。はい、今交渉中です。はい、ぜひ Facebook のいいねもよろしくお願いします。はい、どん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 ね広げていってくれると嬉しいなと思って、はい、今やってるこのやり方で、まあ、どれだけ続くかわからないような状況に今なってるので、サクさんも忙しいので、はい、でいろいろとまたちょっと思考を変えてみたり新しいことやってみたいなとは思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日はこの辺で、はい、ということです。今年はですね、今年はこの辺でお別れです。はい、来年もよろしくお願いいたします。はい、徳田と野口がお送りしました。はい、はい、サッカー人生は上々だ。良いお年を。またよろしくお願いします。